さんの1週間となっています。それではまた明日です。そしておはった月曜の特製パネルをプレゼント。さあ今日はこの後のかっこいいワードグランプリに登場する鬼滅学園の主人公たちの集合写真をピタッと撮った時に撮ってくれよ。炭治郎、善逸、猪之助がいろんなところから登場するからみんなが揃った瞬間を撮影しよう。それじゃあいくよ。制限時間は5秒間。せーの、おはっさタイム。みんなまだ待って、まだ待って、まだ待って、うん、えっ、いいんじゃない？ずっと写ってるよ。なんかずっと写ってるんですけど。今撮った写真を初めにツイッターにアップしてくれって言ってる文字もタグ付けしてくれよ。おはともは保護者の方に手伝ってもらってね。保護者の方。はい。続いてはマスター調査隊じゃん。今日の調査来るじゃん。これだ。鬼滅学園最強かっこいいワードグランプリ。月始まの月曜日は最強ジャンプのかっこいいセリフをいろいろ調査していくじゃん。ってことでこいつが未来から登場だ。みんな、おはアルティメトイレだよ。アルティメトイレ。さあ今日もこのコーナー行ってみよう。でかいな、アルティメトイレ。でかいよね。最強かっこいいワードグランプリ。最強ジャンプの中から漫画のワンシーンを選び、かっこいいセリフを再現するチャレンジコーナー。今回は大人気漫画「鬼滅の刃」のスピンオフ「鬼滅学園」だ。これは鬼滅の刃に登場するキャラクターたちが生徒や先生となって繰り広げる学園コメディー漫画。最新からのドタバタストーリーだ。猪之助と一緒にタコ揚げをしていたら、なんともカナオの大事な髪飾りが風で飛ばされてしまった。仲間と協力していろんな場所を探すことにしたが、探しても探しても全く見つからない。どうなってんだよ。諦めかけていたみんなだが、最後に猪之助の家に行ってみると、都内元暮らし、一日の苦労が無駄とも思えるような身近な場所で発見した。その後に全員でカナオのセリフをスバニーとジャーニーが再現するじゃん。どうかな。それはスタート。気づけよな、猪之助。今日一日の頑張りだな。無駄じゃない。聞けてるぜ。無駄じゃないよ。あのね、みんなが私のために集まってくれて、当たり前みたいに一緒に探してくれたの。キャラすごいな。嬉しかったよ。すごい。友達と一緒なら、なくしたものも悪くないね。
音のキャラより濃いぞなんか。なんか雰囲気ありすぎるんだ。えみちどうだった？いや、カナオの優しさが伝わっていて、とっても優しい。本当かもね。まあ、ジャーニーありがとうね。すまないな、やはり上田玲奈はちょっと無理だった。確かにね。ジャーニーありがとう。ありがとう。さあ、カナオの髪飾りはどこにあったのか。明日登場の最強ジャンプ11月特大号をチェックしてね。およこんな豪華な付録もついてくるよ。付録のバスケじゃん、すごい豪華だね、すごい。さあ、かっこいい。続いてはドラゴンクエスト大の大冒険大必殺技総選挙再現。再現だ、うん、総選挙で1位に輝いた大の必殺技を大橋さんが超かっこよく再現したよ。おー、それじゃジャーニー V 振りよろしく頼むぜ。オッケー、みんな見なきゃダメだ、見なきゃダメだ、見なきゃダメだ、すごすぎる。お肌の創業により1位に選ばれたのは、このめちゃくちゃかっこいい必殺技を今回おはたまとスワニーで再現しちゃうぞ。ということで、ちなみに再現するかおはたまには技を打っているかっこいい映像を送ってもらい、スワニーにも緑色の布の前で言われるがままいろいろなことをしてるんだけど、これが一体どうやってかっこよくなっていくんだ。向かった先は、はいはい、おはさでし、コウマラさん。以前、おはさとさまにドラゴンボールのカメハメを超かっこよく作ってくれた人だ。いいじゃん。コウマさん、この映像をめっちゃかっこよくする方法教えてくれじゃん。かっこいいアバンストラッシュクロスを作るには3つのポイントがあるらしい。なんだ、まず1つ目は、いろんな種類の光を組み合わせる。どうやらまず、アニメの絵をよく観察します。で、この中に使われているかっこいい要素を、まず考えてみるんですけど、コウマさんが注目したのは、台の周りにある光。剣や体からいろんな光が出ているよね。じゃあちょっと早速、おはたまがいて、おはたまのまず輪郭を取るんですね。で、輪郭を1枚ずつ取ってですね、そこにエフェクトを乗せます。1枚ずつ、それでまずめちゃくちゃすごい。あ、出てる、なんかオーラが。じゃあ次は剣のエフェクト、オーラが出てるよ。ですね、おー、剣が光った。これは 3D で作ってて、剣が 3DCG という技術で作っている。まるで粘土で作るように立体的に形を作り上げ、色や光をつけてかっこよく仕上がるんだ。で、次は全体を囲うような、できない、こんな風にアニメの格好いい光をよく形で溶かして再び組み合わせるんだ。2つ目のポイントはこちら、クロマキー合成。クロマキー合成とは、一色の背景で撮影することで被写体を簡単に切り抜いて別の画面に埋め込む機材。何の目にあったソニーがこんな風に飛んだり自由自在にかっこよく編集できたんだ。最後のポイントはこちら、立体的な背景にする。背景を、作るんですけど、背景の、まあ、アニメの絵からもできまして、で、次の背景の方はこれ 3D で作ってます。なんで 3D で作るかっていうと、やっぱり遠近感があるのを、再現するのに、実際にこの 3D で
そうしていくのによって実際ここにいる感じにするとっていうのを想像しています。確かに全然違うじゃん。 CD の立体的な背景の方が臨場感には迫力が出てる気がする。臨場感を出す方法はもう一個あって、この地面に注目してほしいんですけど、この影を、実は追加してます。この影をしっかり入れることによってそこにあたかもいるような感じに再現することが、確かに影がある方が少年やアニメの世界に入ったような臨場感が出る。ということで、お頭とスマリーのアバンストラッシュクロスが完成。どんな風にかっこよくなったのか早く見たいよ。他にアバンストラッシュ下手だからな。いや、スマリーも早く見たいよ。どんな再現映像になったのかは、ね、CM の後だぞ。楽しみにしててくれ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうなりますかね。お楽しみに。じゃあ11月号はキュートの 2way ポシェット、コンパクトサイズが今時、ポーチにもできちゃうよ。秋のお出かけに手広げしちゃお。パワフル新連載始まる。今日11月号発売中。ポケモンファン特別付録はモンコレミュー特製キラキラバージョン、ポゲータ缶バッジにサポートポケモンチケットパルキアも、ポケモンファン第80号好評発売中。よしよし、一緒にいるとまた散らかしてる毎日がもっとジューシーしよう、楽しくなる。たまごっちスマート、この子たちはサンリオキャラコラボもかわいい。あるパジャマすごいっすね。タモレ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 つまらぬ技ならば我が渾身の一撃が打ち砕く。今こそ目覚めろ、みんなの中の竜よ。これ CG だ。ドラゴンの猛者だ。構えは前と同じ、やや前かがみだが、なんだこれは、何があるのだ。いいぞいいぞ、我が超魔爆炎派の前では鈴風も同然。スバニー、なんかどんどんいろんなことできるようになるな。マイティに負けてられへんで。いやもうそんなことで俺だって負けてられへんで。さあ、かっこいいとりよ。たくさんいらないやりとりよ。よかったぜ。アニメもクライマックスに近づいてるから、今週も見逃せないぞ。よっしゃー。さあ、スバニー、じゃあもう一発アバンストラッシュやっちゃってくれよ。よし、任せろ。それじゃあ、もう一発派手に行くぜ。じゃあさあ。うわっ。ごめんちゃん、大の願いを聞くと聞
消えていった。大の思いは地上の人々に届き、デロリンやアポロたちが世界に散らばった黒のコアを止めに向かう。しかしバーンは容赦なく起爆を図り、世界が輝きに包まれるのだった。果たして地上の運命やいかに。ドラゴンクエスト大の大冒険、大の決断、大冒険は続く。MT, what's next? ナッセベーボンエス、松丸くん、謎解き。この後は松丸くんの謎解きってドイツ語で言いました。バイバイ。ダンクシン。ダンホン。我がパズドラ党は未来を変えてみせます。日本を楽しくしたいんです。そこ狙え。パズドラやってました。なら OK だよ。OK なのかよ。パズドラ。魔法石100個。最大8人で忍者ダブルバトル、忍者ラフ。ノリがたっぷりの、ノリが大人のふりかけだ。大人のふりかけ永谷園。ほらほら、煮込みラーメンだ。ラーメン野菜煮込むと美味しいよ。うん、野菜も美味しい。美味しい。うまい。長谷園の煮込みラーメン。ファーモが恋焦がれる花鹿はゾナーのことが気になっているという。ゾナーさん、この前の夜森で誰かを助けませんでした？いいの？この前の夜誰かを助けたゾナーか。一体何のことぞな。ひらめきタイプの謎解きで、ゾナーさんに思い出してもらおう。そうだね、思い出してもらわないと。そうだそうだ、葉っぱを2日前に戻したら、ね、どんな言葉が現れる？どういうこと？葉っぱをちゃんと2日前に思い出してみるな。2日前に。そんなこと言ってもぞなね。プラス日プラス、葉っぱの文字は曜日を表しているよ。2日前に戻すとどうなるかな。火曜日を2日前に戻すと日曜日だ。日曜日で、水曜日を2日前、月曜日、水曜、火曜だから、火曜が、日曜日、火曜日と水曜日の2日前はそれぞれ日曜日と月曜日ぞな。火、水のところに日と月を入れると答えは朝日ぞな。むずい、むずい。思い出したぞな。おう、いいな。それなら花鹿を助けたのはファーモぞな。明け方の薄暗い時にそんなことあったぞなよ。え、そうだったんですね。ゾナさん、ありがとうございました。これは早く花鹿に本当のことを伝えないと。ねえねえ、今井さん、なんだ、それからオハガールとしてが、ちょっと頑張りたくて、うん、早起きのコツとかなんか教えてもらって。今井はサイボーグだから博士にスイッチ入れてもらってるだけなんだけど、夜ね、怖い動画見ると朝方怖い夢でうわっって起きるから大丈夫。怖い夢見たって起きるから、やってみますね。怖い夢を見た朝もね、おはスタを見れば元気出るから、みんなよろしくね。ということで今日のお天気、エンチよろしく。はい、今日のお天気です。晴れたり曇ったりするところが多いでしょう。全国的にこの時期にしては暑く、福岡から大阪の気温は30度ぐらいまで上がりそうです。以上、天気でした。 Thank you. この後はジャーニーの声を発表。普段なら、スダニーとは暗殺教室とかでやってるんです。どうしてだ。今月の最強ジャンプは、スポーツの秋、黒子のバスケからポストカードが付録。ステッカーと選手名鑑カードも、遊戯王ラッシュデュエルから連勝キップンゼル。スーパードラゴンボールヒーローズから国威のお天使のブロックカードが登場。表紙&感動カラーは鬼滅学園。最強ラインナップの連載漫画も見逃すな。最強ジャンプ11月号10月4日発売。長谷園のお茶漬け。
チの麻婆豆腐。このうまさが、このガチなうまさがレンジでチン。簡単。レダーさんやるわね。長谷にゃんレンジのすすめ。おはさま、今日夕方5時から TVer で配信スタート。さあ、ジャンプ曜日の月曜日、みんな楽しんでくれたじゃん。めちゃめちゃ楽しかったし、ね、すごい豪華だったよね、いろんな声が聞けてさ。豪華だ、ね、さあ、ということで早速、はい、発表しちゃいますよ。今日のジャーニーの声は、エヴァンゲリオンの碇シンジや、呪術廻戦ゼロの乙骨雄太の声でおなじみ、尾形めぐみさんでした。ありがとう。いや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 、本当に楽しかった。ありがとう。本当に楽しかったな、今日。楽しかったよ、ありがとうね。これ大丈夫、俺のこと好きなの？うん、好きだよ、好きだよ、うん、そして、おはさはごめんね、失礼だ、純愛だよ。純愛だって嬉しいね。嬉しすぎる。おはスタ月曜では漫画家を目指すおはともを大募集中。ジャンプとおはスタが全力で応援するぞ。詳しくはおはスタホームページまで。はいよー。よっしゃー。さあ、ということで、未来の漫画家になるのはね、見てるおはとも君か。ジャーニー、来週もよろしく頼むよ。お願いね。さあ、もぜ。さあ、では今日も元気にいってらっしゃい。最高の月曜日よ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お昼買ってきちゃった。松茸の味、はい、お吸い物、粋なごちそうに早変わり、長谷園の、はい、お吸い物、贅沢しちゃった。ほらほら、煮込みラーメンだ。ラーメン、野菜、煮込むと美味しいよ。うん、野菜も美味しい。美味しい。まい、長谷園の煮込みラーメン。